ディアハンターはアメリカ合衆国のロックバンド。2001年、ジョージア州アトランタにて、ブラッドフォードコックスとモーゼス・アーチュレッタによって結成され、現在まで8枚のアルバムをリリースしている。2005年、アルバム、ターン・イット・アップ・ファゴットでデビュー。2007年、2作目のアルバム、クリプテグラムズが、評価から高く評価され、ブラッドフォードコックスのソロプロジェクトである。 アトラスサウンドと共に注目を浴びる。2008年、2枚のアルバム、マイクロキャッスルする、ビアードエラコントをリリース。2010年、5作目のアルバム、ハルシオンダイジェストを発表。2013年に6作目のアルバム、モノマニア。2015年に7作目、フェーリングフロンティア。2019年に8作目、ホワイ・ハズント・エブリシング・オール・レディ・リサーピアードをリリースする。 コーチェラでのライブ2005年アルバム Turn It Up フ a ゴットでデビュー2007年にシカゴのインディーレーベルクランキーレコードからリリースした2作目のアルバム Cryptagrams がピッチフォークメディアなどで高く評価されコックスのソロプロジェクトであるアトラスサウンドともども 4AD と北米地域以外の契約を結ぶ2008年2枚のアルバムマイクロキャッスル、する Weird コント をリリース。各音楽メディアで絶賛される。2010年、5作目のアルバム、ハルシオンダイジェストをリリース。本作より、全世界で 4AD からのリリースとなる。2013年、6作目のアルバム、モノマニアをリリースする。2015年、7作目のアルバム、フェイディングフロンティアをリリースする。2019年、8作目のアルバム、 Why hasn't everything already disappeared? をリリースする。ありがとうございます。